はい、こんにちは。北島アクアティクスのケンピーです。本日のカット TV をですね、先日愛知県の名古屋市にある日本外資アリーナにて第2回日本マスターズチーム対抗競技大会に北島アクアティクスとして参戦してきましたので、その様子をお送りしていきたいと思います。マスターズ大会にスタッフ全員で出場するのは去年のジャパンマスターズ以来ですね。今回は愛知県まで行きますので、スタッフのレース映像はもちろんなんですけど、会場での様子だったり名古屋での様子だったりもお届けできたらなと思いますので、ぜひ最後まで楽しんでご覧いただけたらなと思います。では早速本編の方行きましょう。どうぞ。今年は間に合いましたね。余裕で間に合いました。去年はもう家出るときにやばい、これは絶対間に合わないって言ってました。よかったよ。今からみんなで品川から名古屋に向かいます。どれぐらいかかるんですか？1時間半ぐらい。ね、やめてください、絶対使わないでください。港なんだよ。港なんですか？うん、多分ふとっていうか、あ、多分なんだ。こんなすぐ近くに港つくんですか？横浜があるんですよ。ここ あ, ありますね、確かに。一瞬多分こう名古屋ってここだけ一回横浜に、ね、ちょっとワープ的な、じゃあワープ、ね、ここから一回名古屋横浜まで。オモレースに向けて集中してる。早い、早いね。今日の夜から、まあ、集中っていうかプランを明日の朝の時間確認した。さすが中田くんのレース楽しみです。自分のレースはさておいて、中田のレースを楽しみにしています。社内コーチも頑張るので、そちらも注目してください。木本コーチ、名古屋着きました。よし名古屋着きました ね、はい、一番準備していたとは言っても過言ではない。いや、もうこのために1年以上かけてきました。1年以上それはめちゃめちゃ嘘ですね。ちなみに明日は何ですか？初日は 200m バタフライ、1年ぶりです。お、ニバタ、はい、あの伝説のニバタのレースから15。ここで見てください。あ、そこ出さないです。出るとしたら右上なんです。こっち、はい、こっち、そっちですか？こっち、こっちお願いします。はい、明日、明日のレース頑張ります。はい、まっちゃん、名古屋着きました。あ、名古屋ですよ、ここ。分かってるんだよ。そんなわけないでしょ。そんな西日暮里とかと思ってます。あ、違います、荒川区じゃないです。明日は何のレースですか？いや、僕何も把握してないです。ノープランすぎでしょ。プログラム見て1日目とこから松田光介を探して、あ、これからね。ちなみに1振りっすね。あ、それで言うと、あの、まあ、冗談は言っといて、それは把握してて、何のリレーに出るとかはちょっといまいち。いや、僕誰よりも練習してないですからね。1振り勝負っすよ。去年が79とかだったけど、どうですかね。まあ、僕とまっちゃんと、あと和田コーチも1位なんで、ああ、一度思いです。和田コーチ早そうなんですけど、練習してるっぽいですかね。ちょっと和田コーチにインタビューしてみます。名古屋着きましたけど。え、ここ名古屋なの？いや、もう それそれさっきやりました。それ、あの、さっきやりました。大丈夫です。明日レースは僕、あの、1振りと、あの、4K。 1振りはさっきも松田コーチ話しますけど、僕と松田コーチと和田コーチの三つどもえですから。そうですね。いや、僕負けないっすよ。ケンピーと松田に負けないっすよ。だって、あの、僕負けたら2人にハーゲンダッツ。お、レースから20分以内にハーゲンダッツとか。すごいね。そこまで指定するの。多分負けないっすよ。ちなみに予想タイムというか目標タイム56秒台かな。お、55秒台を2人が出されたらちょっと危ないな。一番年長者なんで、最初に泳ぐで和田さんが。そうそう、だから僕のタイムを見てみんな泳ぐわけで、はい、緊張させてやるから。じゃあ明日頑張りましょう。頑張りましょう。そしてなんとですね、今回布施谷コーチが北島アクアティクスから出てくれるところで、はい、久しぶりですね。お久しぶりです。やっと来てくれました。やっと出てくれましたよ。
ちなみにフェステは明日何ですか？明日は200m 個人メドレーと 200m 平泳ぎと、リレーが2つですね。明日はタフすぎる、はい、まあでもこのチーム対抗での、ね、大黒柱、大事なんで。あ、来ましたね。あ、これだ、民泊着きましたじゃあ明日は頑張りましょう。はい、頑張りましょう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。はい、今日は1日目ですね。今日1日目ですね。最初初っ端のレースが今日ね、北島アクアティクスから 200m 個人メドレー、まずは不正の2個目不正の2個目、はい、ここ10点ですよ。ここで優勝重なってで10点10点10点あ、そうですね、この2人も10点10点山崎コーチと中田コーチもここで朝一30点朝一30点でかいなこれチーム対抗でまず30点重なって重なってうちの見せ場はやっぱ個人メドレーですからそうですね、個人メドレー以外はちょっと頑張んないといけないな。頑張らないといけない。中田コーチ今日は1振りです。1振り、まあ、ケンピに、まあ、3秒ぐらい勝たないと気が済まない気が済まないちょっと途中あのケンピーの足にローキック最低じゃないか。なんで仲間割れしなきゃいけないの。今日の意気込みをお願いします。今日の意気込み、区分入賞区分入賞優勝でお願いします。入賞、いや松田コーチが同じ区分にいるんでまだそこに勝たないといけない。前の組で松田君が一振り泳ぐんでそのタイムをしとめて、その前の組で和田コーチも泳いで、まあ去年よりは早く泳いでみます。軽く優勝です。軽く入賞です。頑張ります。すいません、恥ずかしい朝から乗って、あ、お仕事さん違うって2人はどこ行くんですか。前で並んでますよ、チーム北島アカティクスは。電車間違えちゃった。あ、電車間違えちゃった。誰よりも先に宿を出たのに、みんなで、なんで一番遅く来たんですか。朝食頑張りたい組だった。 あれ今日木本コーチは何でしたっけ。メドレーリレーと二畑。あ、二畑か、今日二畑ですね。楽しみだな。一振りでしょ。あ、リレー、リレーのフリーと一振りやって最後 4K フリー3回今日。いや僕全部フリーしか出ないですよこの大会。熱いな。佐川さんもねここで並ぶってことで。やだやだ、もう荷物抜けちゃったからね。荷物置いてありますから大丈夫。抜けちゃったから本当に。中田コーチ、はい、2日間で何種目出るんですか。9種目出ます。9レース、はい、今日4つ、明日5つですね。現役と変わらんすね。現役でもやってなかったですね。やってなかったねすごいな9。そうですね、まあいかにそのプラン立てて考えてレースこなせるかっていうのが大事なんで。もう、ね、ほぼスタンドいないんじゃない中田君。あ、いないですねでも得点源なんでうちの。そうですね、頼みます。リレーも頼りにしてます。全員出てきます。布施谷コーチは何レースですか。やった7レース。ここ2人やばいな。あと2種目出てほしかったな。いや、いい、もうその代わり頑張ります。頑張りましょう、はい、お願いします。僕が一番気入ってますその手首どうするんですか。そんな何も伝わらないですよ。そのためのストレッチ絶対いらない。Thank you.
2個目のレース、まずは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さすがでしたね。いいレース展開でしたけど、振り返ってどうですか？勝ちに行きましたね。そうだよね。タイム的にはもうちょっと狙ってたんですけど、 あえて、ね、ここはチーム対抗ってことで勝ちにこだわって素晴らしい行きました、はい、さすが。バッターバックであんまり力まず入った感じですか？そうですね、まあ、余裕あって、まあ、ちょっと落としすぎかなって思ったんですけど、ブレストからしっかり、ね、まあ、ボディポジション高く保ってたんで良かったです。グレーでまくって一緒にターンして最後フリーではもうぶち抜きました、ね、そうですね。さすがのレースでした。ありがとうございます。中田、中田、はい、
どうでしたか。まあ部分優勝したんでまあいいでしょう。加賀井さんと松澤さんに負けてしまった。ちょっと最後のね、あと2週間あったら勝ってたな。あと2週間間に合ってた。まああとは、まあ、言い訳にしかなんないけど、まあ僕35歳区分なんで、まあ一番ポイント取ってるのは僕なんで。そうです。今回の大会はポイント取るのが、もうもうポイントが大事だから。そうです。うん、素晴らしかったです。お疲れ様です。お疲れ様です。いやしんどかったです。でも前半突っ込んで思ったより早く入れてたんで、後半はいつも通り死んじゃいましたけど、でも8位入賞できたのは嬉しいですね。和田コーチにも勝ったし、和田コーチにも勝ったし。サバイ去年より何秒早い？去年より僕1秒以上早いです。ちょっと休憩してリレー、コーチ陣でリレー出るんで、スーパースターの中田コーチを足を引っ張らないように頑張りたいと思います。一振りお疲れ様でした。お疲れさん。加賀井さんと和田さんに勝った気分。それは負けるわけにいかんでしょうか。負けるわけにはいかんのじゃ。前のドレーリレーで引き継ぎですけど24秒台が出てたんで、まあ、少し自信になったんですけど、でもやっぱ 100m と 50m はね全然違うので、見てくださいこのビビリラップ。7秒5の8秒5。こんなねレース展開を残り3レースやっていきたいと思いますので、頑張ってください。お疲れ様でした。ありがとうございます。
2日目出陣します。頑張ります。おはようございます。おはようございます。おはようございます。2日目カット TV。 すぐいらないで僕は疲れないですね。そんなにもうちゃんとダウンしたし疲れあります。それそうっすよね。今日は何本ですか。今日5本です。5本。きついですね。ちょっとうまく泳ぎます。まず1本目は何ですか。混合メドレーのリレーの一畑です。一畑朝一楽しそうだな今日の中田コーチのレースの見どころどこですか。朝一畑じゃないですか。朝一畑やっぱり、はい、あそうなんだ。朝一畑と最後の一バックですね。一バック、はい、それも一バックもリレー、はい、おうリレーにちょっと貢献して頑張ってください。和田コーチは今日は僕一畑と最後のメドレーの一畑です。おお、一畑2本昨日予選決勝みたいな感じですね。ね、一畑でもあれですけメドレーが結構楽しみですね。バックが中田コーチ、中田コーチ、ブレストが山崎コーチで、バスター僕、うん、でフリーがまっちゃん。フリーが昨日一番早かった松田で。そう、あと3週間あれば勝ってたんですけどそれずっと言ってます一畑でも楽しみですね。和田コーチの一畑もそうですね。今日は、はい、数年ぶりに1分切りはしたいと思います。1分切りしたらかっこいいな、はい、優勝します。頑張ってください。今日は山崎コーチ、はい、何のレースですか。今日はリレー3本です。リレー3本、はい、何泳ぎ。混合リレーが背泳ぎ一番、はい、一番男子のフリーリレー2系ですね。 50×4 のリレーが 50m クロール、はい、自衛車です。で最後は男子のメドレーリレー 4×100 のメドレーリレーで平泳ぎ泳ぎます、はい、バックフリーブレストで、はい、今日ちょっと盛りだくさんですけど、ね、はい、チームのために頑張ります。お願いします。はい、おはようございます。おはようございます。なぜか画角を指定されました。今日はまっちゃん何レースですか。 50×4 のフリーリレーと 200m 自由形と最後は 100×4 メドレーリレーになります。いやー、200自由形僕個人的に見るの楽しみなんですけど、うん、いや僕イメージね、昨日50意外と良くて100も意外と良くて、でも200はそううまくいかしてくれないっていうのが200だと思うので目標ターゲットタイムは8秒ですね。お、8。布施谷コーチ曰く意外と若いうちはねできちゃうもんだよって、まあ、隣があそう中田コーチね、隣が中田コーチなんでいないもん、 50m でもいなくなってると思うんでそうですね、私のペースをね貫きたいと思います。じゃあ今日もちょっとチームに貢献をお願いしますよ。私らしさを存分に出して入荷はいいレースをしていきたいと思います。おはようございます。おはようございます。逆ですなんか足が内股でちょっと気持ち悪いですさあ今日は木本コーチ何レースですか。フリーリレー。フリーリレー4×50 のフリーリレーでお客さん出しています。あ、それ1本それ1本だけ。それ1本だよ。昨日の2バタの疲れあります。あ、全然後半結構激沈してあれだけでした、ね、前半突っ込んでましたけど、ちょっと準備体操不足でしたアップ不足。スタンドで水着の着る練習ずっとしてたからね1時間2時間。意味が分かんない。それがもう今日その練習しますもう大丈夫、もう大丈夫。じゃあ半振り頑張ってください。頑張ります。お願いします。はい、ケア中の発生今日は何ですか、はい、レース。今日はリレーが3つです。リレー3つ。あ、じゃあ山崎コーチと一緒ですね。逆で内ブレ半振り1バック1バック1バック楽しみだな。見たことないんじゃないかな私のバック。一斉のバック1バック1泳で楽しみだな。そうですね、だから今日は一泳が2つあるんで、うん、そこちょっと頑張りたいです。タイム残るんで、ちょっとチームのために伊勢谷コーチの泳ぎお願いします。頑張ってください。頑張ります。おはようございます。おはようございます。今日2日目ですけども今日は何で出ますか、はい、今日は個人の半振りと 4×200m 8K 出るんですか。 4×50m のフリーリーですね、うん、何秒ぐらい狙ってますか。目標は、25秒前半。25秒前半。24秒台じゃなくていいの。んせっかく25秒前半まで行くんだったらまあね、24秒狙いたいところ、ね、24秒出たら早いよ。さすがに早い。
名古屋のじゃあひつまぶしおごってあげるよ。24秒出た、うん、目標24秒。引きずりはダメだよ。え引きずりはダメ。でもどうせ引きずりはダメ。僕でもリレーも1泳なんで。あ、そっかそっか。2回チャンスがあるんですよ。じゃあ僕4秒台出たら、はい、24秒目指します。最初前半じゃあ何秒に入らないといけない。 25m 25メートル通過が、まあ、11秒。前半で通過したいですね。そうだね。1秒5でちょっと待ったの。多分あの後半浮くでしょ。だってそうですね。ちなみに昨日 の1振りの後半何秒くらいですか。30秒。前半と後半の落ちさはどれぐらいでした。落ちが5秒落ちましたね。5秒で入って後半0秒、後半とかでちゃんと5秒落ちですね。ちゃんと5秒落ち、はい、前半抑えきれないからね。抑えきれないですね、やっぱり。すぐ行っちゃうもん。すぐ行っちゃうじゃないですよ。じゃあ今日注目のレースはありますか。ちょっとやってみてよこれ。えケンピーの注目レース。はい、じゃーん。はい、ケンピーの注目レース。やらしといてそれ良くないですね。中田コーチの僕2振りが結構楽しみです。多分本人はいや、そんなことないかもしれないけど、そういったところを2日目見どころで、この後のレース映像も楽しんでいただけたらなと思います。では本編いきましょう。どうぞ。